着2番アスカという船になります。こちらのアスカは試験艦というタイプです。海上自衛隊で新しく開発されました装備や設備の試験テストを行う船になります。また海上自衛隊試験艦というタイプはこちらのアスカ1隻しか保有していないんですね。そのため大変大忙しな船ともなります。一度横須賀出港してしまいますとなかなか帰ってこないなんてこともありますので、いや本日はご案内することができて大変良かったなと思います。さあ、そしてそんな飛鳥からお次目線左手前方方向を向けていただきますと、お次は白い船たちがポツポツとまとまって停泊している場所をご覧いただけるかなと思います。あちら白い船たちは映画海猿でも有名になりました海上保安庁の巡視船になります。実はここ長浦港を利用しているのは海上自衛隊の船だけではないんですね。あのように海上保安庁や民間の会社も共同で利用している大変珍しい港となります。水になるんですね。そのため母なる艦船で保管という呼び方になるんです。そしてそのお隣は番号152番護衛艦山霧になります。国を守るための船です。そしてそのお隣、先ほどご案内いたしました6102番試験艦飛鳥となっております。